どうも、小雪でーす。野本です。そして赤髪のマッシュです。いやいや、なんでですか。誰違う違う違う、いや、僕の知ってるマッシュ黒なんですよ、髪の毛。いやいや、前まではね、そうでしたけど。いや、ちょっと赤髪のマッシュに戻ってきたところですか。はい。おかえり。マッシュ、おかえり。ただいまです。はい、まあ、先週のね、木曜日までは、はい、あの黒髪のマッシュっていうサテライトが来てたんですけども、はい、別人、はい、ようやく本体が来てくれたということで。はい、ステラです。はい、ステラマッシュさんです。はい、楽しみます。はい、普段はね、あの俳優をやってるんですけど、毎週木曜日にとびっきりの考察をね、はい、なんか視聴者の方がいただいたやつはいただきマッシュして、なんか話すっていう、なんか楽な仕事してるんで。いやいやいや、自分で考えてるんですよ、ちゃんと、ね、ですか。はい、じゃあ今回もすごい考察があるということで。いや、もう今日の考察なんですけど、はいはい、これ100% 当たる考察持ってきました。いや大丈夫言っても、いやちょっと自信あるんですよ。ほう、なんでかっていうと、最新話1077話がまあ衝撃的な展開だったわけじゃないですか。はい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 、みんなもう犯人は誰なんだ、うん、この犯人なんですけど、はい、メガパンクなんですよ。昨日やったな、それ。俺も言ってる、それ。え、メガパンク。あ、そうなんですか。メガパンクの誰かとかまで言ってたんですか。そう、なんか8人目のメガパンクとして、はい、アップロードされた脳みそが意識を持っていて、はいはい、ここが操ってんちゃうかみたいな考察したんですよ。うん、なるほど。いやいや、おかぶり、おかぶり。でも、うん、この犯人はメガパンクっていうのは、うん、もう絶対当たるっていう自信があるんですけど。犯人は安みたいな。いやいや、まあまあまあ、メガパンクっていう一口に言っても、昨日小焼きさんが話したパンクレコードですか、うん、っていう可能性だったりとか、うん、ステラ、サテライトっていう様々呼び方があるわけじゃないですか、はい、いろんな呼び方があるんですけど、まあ、犯人はベガパンク以外ありえないだろうなっていうのが、まあ、これまでの1077話までで、うん、まあ、確定してるんじゃないかと、うん、ほう、その中の誰かっていうのが僕はシャカだと思ってるんですけど。シャカ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 だと思ってるんですよ。撃たれたよ、はい、撃たれたんですけど、今のちょっとシャカシャカポテトスルーしていいんですか、これは。あ、聞こえてくれた、聞こえてた、聞こえてたんですけど、うん、なんか俺の声もう届かなくなってる。いやいや、そんなことはないですよ。その顔むかつくな。手のスナップすごすぎだよ。まあ、その中でも、まあ、ベガパンクっていう中でもシャカなんじゃないかなっていうのが1077話のラストで確かに撃たれましたよ、うん、そう、だから一番怪しいんだけど、はい、一番ありえないくなっちゃったよね、今ね。まあそうなんですよ、うん、まあ、ただ、うん、シャカに関して言えば頭部を隠してるっていうのが一個重要になってくるんじゃないかなと、うん、だから素顔が分からないわけですよ。ベガパンクの中でも、まあ、ステラはもちろんもう顔を出してるし、過去編でもこう出てるんで、うん、まあ、ずっと一貫性がある見た目をしてると、うん、で、まあ、他のサテライトたちに関しても、はい、アトラスが顔や姿は自由に変えられる、未来はそういうもんだぞっていうセリフがあったんですけど、うんうん、でも修理されて出てきたアトラスは前と同じ見た目をしてたと。確かに確かに、はい、うん、まあ、ってことは、まあサテライトに関しては一貫性のある姿で、まあ、小田さん的には描きたいんだろうなっていうのがあるんですけど、まあ、ただ釈迦に関してはまだ仮面で顔が隠れてるっていうのが一個重要になってくると思っていて、うん、そうですね、まあ、一人一人、まあ、今日はサテライトの中でこいつは絶対にない、でもまだこいつは怪しい可能性があるっていうのを根拠として潰していく中で、まあ、シャカが犯人であるっていうところが見えてくるんじゃないかなと、はい、っていうのをちょっと今日順番にまたお話ししていきたいと思うんですけども、まずこの大前提として、はい、今ベガパンクのステラが閉じ込められてますよと、うん、でその場所っていうのは分かってなかったんですけど、はい、今週旧悪魔の実研究室であることが分かったと。確かに、うん、この旧ってついてるってことは、うん、今は使われてない場所、うん、そうですね、現在の悪魔の実研究室っていうのがあって、はい、今は使われなくなった場所だから放置されてたと、うん、でそこにはもう誰も使わないってことは近づかないから、うん、そのサイファーポールだったり、まあ、今現在ステラも閉じ込められていると、うん、そうね、まあ、その旧悪魔の実研究室っていう場所を、まあ、シャカが思い出して、はい、今週突然一箇所心当たりがあるって言ってどっか行ったわけじゃないですか、うん、これも一個怪しいポイントだと思うんですよ。怪しい、本来であれば研究層の4階司令室で全体のモニターを見て、うん、様子を伺ってたと。そんな中で1075話でセラフィムの2体がこう出撃してきて、うん、戦闘がそこで始まってしまったと、うん、今はルフィとゾロ、ルッチとカクがまず共闘をして、うん、Sホーク、うん、Sベアの2体を相手してると、うん、はい、でその戦闘が始まったからこそ一旦ここの戦いはルフィたちが抑えてくれてると、うん、じゃあ自分は動けるようになったからって言って、うん、心当たりがある場所を見に行ったと思うんですよ。なるほどね、まあ、ただここで単独行動をしてるっていうのがシャカにとっては重要な怪しいポイントだと。はい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 、で他のメンバーたち、麦わらの一味とサテライトたちはステラを探しにグループで分かれてますよと、うん、サテライトナンバー2のリリスは、うん、エッグヘッド研究層のシート3階左側っていうふうに書かれてるんですけど、うん、まあ、そこでソップ、フランキー、リリス、ヨークの4人で探しに行ってたところに単独で行動してたピタゴラスを見つけるんですけど、それはもう攻撃されてると、うんうんうん、まあ、あの一人で探してる時に後ろからカツンって言ってあみたいな反応があって、まあ、爆発してたと。確かに、でその再登場した時には、まあ、頭部だけで動けるようにはなってたと、うんうんうん、
まあ、ただ怪しいやつに攻撃されてるっていうところからピタゴラスも容疑者からは外れてたと思うんですけど、はい、このリリスも同じくエススネークとの戦いの中でウソップフランキーと共に石化させられてしまったと、うん、でバブルガンっていう兵器を持ってたわけじゃないですか、うんうんうん、でこの兵器を持っててその犯人を見つけに探しに行ってた、うんまあ、戦いたがってたっていうところからリリスに関しては真犯人である可能性っていうのは他のサテライトよりも石化される前からまあ低かったんじゃないかな。なるほどね、確かに、はい、セラヒムとの戦いが始まる直前に、うん、セラヒムがこう敵に回ったことに対してわしらが作った最強の人類叶うわけがないみたいな反応をしてたわけなんですよ、うん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 、でそんな中でも戦いに入って、うんまあ、今回バブルガンっていう兵器の説明役として戦いに入ったと、うん、バブルガンっていうのは海のエネルギーを持っていてそうそうそうセラヒムのグリーンブラッドに対しても有効であるというところまで分かったわけなんです、うん、こうやってこうセラヒムに対しての有効だとか、うん、いわゆる弱点っていう部分をちゃんと説明してるってことは敵側ではないっていう証明になるんじゃないかと、ね、なるほど確かに、はいまあ、リリスっていうサテライトの中でも悪っていう感じを冠しているんですけど、うんうん、なんかサテライトの中では一番人間味があるというか、うん、無邪気に戦ってる、うん、子供の部分のなんか純粋悪みたいな感じで、まあ、悪っていう字を司ってるのか、はいはいはい、なんか悪っていう字だけを見ると怪しいじゃないですか、うんうん、怪しい怪しい、うん、犯人っぽいベガパンクの悪い部分を取って、うんまあ、今犯人であるっていう風にも言えるんですけど、はいはいまあ、それ以外の根拠から、まあ、リリスが真犯人である可能性っていうのは低いんじゃないかなと、うん、なるほど、はい、続いてナンバー3エジソンなんですけど、はい、エッグヘッド研究所の A 棟3階にいて、ナミ・ブルック・エジソンの3人で見張りに行ってたと、うん、見回りに行ってました、はい、先週まではエジソンも結構犯人候補に入ってたと思うんですよ、はいはいはい、攻撃されてないっていうところからも、うん怪しいって言われてたし最後にセラヒムに命令を出した描写があるのがエジソンですね、うん、確かにただ、まあ、その後に上書きしてまた命令を新たに出したんじゃないかっていう風に考察されてたんですけど、うん、今週1077話で S シャークによって反壊させられてたと、うん、こうやって直接うっていう風な声を出してたしこうバチバチっていうアトラスみたいに爆発する寸前みたいなちゃんと壊れてる描写があるんで、うん、これはもう直接的にエジソンが犯人じゃないっていう描写の一つなんじゃないかはいそんな感じしますね、うん、理解理解、はい、続いて4人目ナンバー4ピタゴラス、うん、なんですけどピタゴラスも単独で見回りに行ってたんで、うんうん、怪しいポジションではあったんですよ、うん、ただカツンっていう 何者かによって直接攻撃を受けた、うんまあ、これも一人である爆発して頭部だけで動いてたし今週1077話のラストでシャカを撃った犯人が、まあ、もしピタゴラスなんだとしたら、うん、セラヒムたちの戦いの中で、まあ、描かれてはないと思うんですよ、うんはいはい、それもさっきのエジソンが犯人じゃない証拠の一つだと思うんですけど、うん、ピタゴラスは、まあ、頭部だけで動いてて、うん、意識はちゃんとあるし今週石化もまださせられてないけど行動の自由っていうのが、まあ、著しく制限されてるとでもピタゴラスイッチ使えるかもしれないちょっとどういうことですか全てを解決するピタゴラスイッチをあもう押したら押したらこうやってもうシャカも撃てるしシャカ撃てるとこに繋がってるんですかサイファーポールも閉じ込めれるし1つボタンを押すだけで最強ピタゴラスイッチもう何曲ですか？いやピタゴラスイッチの曲じゃないですか？どうなってんの？自分の中にパブロフの共有切ってるもん。受けてないんですか？その共有犯人ですか？実は犯人犯人。まあまあそのね、まあ、ピタゴラ、はい、ピタゴラスが、まあ、犯人じゃない。ピタゴラスイッチ。いや本当に。影響受けてたんですけど、ピタゴラスイッチみたいなね、その最強のものがあったらもうこの推理とかも何でもよくなっちゃって、全部消えちゃうな。ちょっと作中の描写からね推理してるんですけど、まあ、ピタゴラスはそういった理由からも可能性としては薄いんじゃないかなと。まあ、ただ元気であるっていうのは一つあります。はいはい、はい、確かに。続いてアトラス、うん、ナンバー5なんですけど、アトラスはまず今週出てきてませんと。うん、確かに怪しい、はい。描写がないっていうポイントと今まで攻撃を受けた描写だったりとかがあるサテライトがほとんどだったんですけど、このアトラスだけはまだ攻撃をされてないと、そもそも今週描写がないと、はい、っていうのがまあ一番怪しいポイントで、うん、結構アトラスが真犯人じゃないかっていう風な1077話を読んでそう思った方も多いと思うんですよ、うんはい、ただアトラスに関してはエッグヘッド研究所の A 棟2階、うん、でまあロビンとチョッパーと一緒にいると、はい、チョッパーはまあちょっと頼りない部分はあるかもしれないんですけど、うん、ロビンがいるんですよね、はい、そばに。ロビンって麦わらの一味の中でも大人組だし、うん、過去十数年にわたって闇の組織、闇の世界にいたと、いろんな追ってから、まあ、逃げ続けてきた過去があるわけなんですよ、うんうん、あるあるある。そういうロビンがアトラスが真犯人だったとして、うん、単独行動だったりを許すかなっていうのを思うんですよ、うんうん、ほう、なるほどね。しっかり見張りとしての役割も果たせるんじゃないか、はいはいはい、なんかまあ一つ根拠としてあって、ただ怪しいポイントっていうのはアトラスいっぱいあるんですよ。お、まあ、その攻撃を受けてないっていうのもそうだし、ルッチに戦闘を仕掛けに行って、まあ、一発でやられてしまったんですけど、まあ、その後修理され
てる期間があると。で再登場した時には顔や姿は自由に変えられるという意味深な発言も残してる。確かに。でアトラスがこう登場する時に尻尾みたいなものが生えてる描写があるんですよね。ただこの尻尾みたいな描写が生えてる時と生えてない時があるんですよ。この違いっていうのも、まあ、まだ解明されてなくて、まあ、もしかしたらそのサテライトにもグリーンブラッド的な感じで尻尾がまあそういうゾーン系の能力として与えられてるからその尻尾が生えてる描写があるのかもしれないし、その尻尾が出てる描写っていうのがなんか戦闘のこのグローブが出てる時が結構尻尾も一緒に出てるみたいな共通点もあるんですけど、ただここの謎はまだ残ってると。ジェイガルシア・サターンっていう五老星の一人が今エッグエッドに向かってきてるわけじゃないですか、おそらく土星から名前を取っているのであろう、はい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 、このアトラスっていうのが土星の第15番目の衛星の名前としてアトラスっていうのがあるんですよ。そうなんだ、はい、なので、まあ、このアトラスが、まあ、その五老星とつながってて実は裏切り者なんじゃないかっていうのも、めっちゃおもろいそれ。これは結構言われてるわけです。来たな来たの犯人アトラスやろ。いやでも僕が一応ね釈迦として持ってきたわけなんですけど、まあでもこのアトラスが犯人である可能性っていうのも高いんじゃないかなとは思う、はい、一番でかいのは、まあ、今週描写がないから何してるのか分かんないっていうのが小田さんからの匂わせの一つなのかな。なるほど。で最後6番目ヨーク、まあ、ヨークもセラフィムからすでに攻撃を受けている一人であって、スネークによって、まあ、一番最初に石化させられてしまったと。ただ、まあ、ヨークにも怪しいポイントっていうのはあって、その名前の根拠からいくと、このヨークだけ偉人とか、まあ、神の名前から取られた名前ではないんですよ。シャカ、リリス、エジソン、ピタゴラス、アトラスっていうのはそれぞれ由来がちゃんとあるんですけど、ヨークだけはおそらくこの欲っていう文字から伸ばし棒つけただけなんじゃないかみたいな、まあ、もしくはヨークシンシティっていう説もね。それはないですね。そう、普通にパクリなんですよ、はい、そうなってしまうと。ハンターハンターに出てくるね、はいはい、街の名前なんです。そうですね、オークションのね、オークションが起きる、うん、はいはい、なんで急にそれを言い張ったのか分かんないです。いや、ヨークやから。ヨーク考えた結果出た結論ですけど。そんな真顔で言われても、はい、で、そのヨーク考えてるそのあなたに僕聞きたいんですけど、はい、ピタゴラスイッチのさっきの曲ちゃんと覚えてると思うから、ちょっともう一回歌ってみて。お、ふん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 、ちょっと近いよ。そうですね。ちょっとだけ近い。ちゃんと近かったじゃないですか。覚えてましたね。はい、はい、そんなまあヨークなんですけど、まあ、名前の由来がまあないっていうのがまあ一つと、で、エッグヘッド編の最初にリリスと麦わらの一味フランキーたちがまあ開港したじゃないですか。はい、その時にサメ型のロボットに対して生物の欲だけは制御できないみたいなセリフもあったんですよね。あった、うん、まあ、これがベガパンクですら制御できない部分っていうのが一つあると、うん、で、このヨークが石化させられてしまった描写で最初にこうスネークに近づいていったじゃないですか、うん、で、メロメロメロで固められたわけなんですけど、うん、その後このヨーク以外はレーザー攻撃によってこう橋が壊されて落ちたんですけど、うん、ヨークってその後そのアトラスとかと一緒で描写ないんですよね、うん、はいはいはい、まあ、だからこれアナブのノスケさんとも話してたんですけど、出してその動画でも言ってたんですけど、メロメロの実の説明がワンピースマガジンで明かされたじゃないですか、うん、メロメロの実の今食べてる本人がもしメロメロメロで誰かを固めた場合、その人にしか解除できないと、うん、ああそうね、まあ、それは1059話 の, その黒ひげ対ハンコックの戦いの中でもハンコックが言ってたんですけど、うん、このエススネークがメロメロメロで固めた人をハンコックが解除することはできないってことですよね。そう、確かに、確かに、だから本人しか解除できないっていうのが、うん、今そのワンピースマガジンで明かされたのもこのエススネークを登場させる予定があったから書いたことなんじゃないかなと思って、なるほどね。このエススネークがヨークに対して固めたわけじゃないですか、うん、その後、はいはいはい、他の奴らを落とした後に解除してる可能性ってもあるんじゃないかと。確かにね、まだそれも描かれてないし、今週そもそも描かれてないんですけど、今までのワンピースだったらこう書くだろうなっていうところが今週書かれてない違和感も実はあって、バブルガンでリリスとエススネークの戦闘が描かれたわけじゃないですか、今週で。その戦いに入る直前によくもヨークを石にっていうセリフをリリスが言ってるんですよ。はい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 。で、今までのワンピースだったら多分そのセリフと一緒に石になってるヨーク書くんじゃないかな。おー、あー、なるほど。のもあるんですよ。ただその時には普通にちっちゃい吹き出しで、まあ、リリスの表情があって、今リリスたちがいる場所のコマだったんですけど、だからヨークが、まあ、今何してるかっていうのは分かってないのも一個あると。なるほどね。そのサテライトの中で言うと、まあ、アトラスも怪しいし、ヨークも怪しいっちゃ怪しいし、シャカも撃たれたとはいえ仮面をかぶってるから本当にその本人だったのかは分かってない。確かに。そのシャカなんですけど、今週撃たれた描写でしっかり血が出てたじゃないですか。ただアトラスがルッチ
チに六王眼でやられた時とか、うん、今週のエジソンが半壊させられてるシーンとかでは血は出てないんですよね、うん、なんでサテライトとして作られてるのであれば、うん、バチバチとか、うん、まあ、爆発する描写があってもいいのに、シャカだけは普通の人間が撃たれたみたいな描写で、うん、倒れる時もベチャって言って普通に倒れてるんですよ、うん、これは本物のシャカが今週撃たれたシャカを撃ったっていう描写で、本物のシャカはちゃんとしたロボット、サテライトなんですけど、中身のシャカは誰か身代わりを入れてたんじゃないかと、うん、なるほど。でそいつにシャカがこう命じて自分のスケープボードとして動いとけよって言ってたんですけど、今週それを裏切っていよいよ本物のシャカが本格的に動いていくよっていう描写だったんじゃないかと、うん、シャカが撃たれたはずなのにシャカがカツンカツンって言って歩いてきたのであれば、ベガパンクが最後めちゃくちゃ驚いてた表情をしてるのも納得がいくんじゃないか、うん、びっくりするわ、シャカ2人おるやん。そうね、それは怖いよね。目の前で撃たれたのにもう1人いるみたいな。おシャカシャカってことになるけど、まあもうちょっとそこに戻ってきちゃうんですけど、2人いるからね、シャカシャカになるんですけど、変わったそうただこのシャカが、まあ、まだ犯人である根拠があって、はい、前回の描写で、うん、シャカとドラゴンが通信してる描写あったじゃないですか、うん、私はもうすぐ死ぬだろうって言って、うん、あそこがステラじゃなくて、うん、シャカがドラゴンと通信してたっていうのがそうなんだよな、やっぱどうしても謎なんですよ。謎だよな、なんでなん、普通ステラじゃないですか、うん、普通はステラだし、まあ、まだアニメになるのはまだ先だと思うんで分かんないんですけど、声優さんがステラとシャカが一緒だったらドラゴンがベガパンクと通信してるって思ってもおかしくないんじゃないかな。絶対違うだろうな。そうなんですよね、おそらく違うと思うんで、ドラゴンはちゃんとシャカと通信してるっていうのを認識してると思うんですよ。はいはいはい。ってことはそのシャカがまあもうすぐ死ぬだろうって言ったことに対して、まあ、冗談を寄せっていう風なちゃんとした会話をしてるのにもきちんと理由があると思うんですよ。なるほど。あと何話くらいで出てくるの。まだまだか。いや、まあ、まだまだだと思います。いやアニメになるのは。シャカどんな声っぽいですか。結構普通に若めの青年の男性の声なんじゃないかな。どうぞ。え、私はもうすぐ死ぬだろう。いいじゃん、これね、見たあ、ね、お願いします、東映さん、うん、いや、こっから繋がったら本当にすごいですけど、いや、マジでワンピースの声優になること、はい、夢見てる。そうそう、ぜひね、何でもやるんで、うん、お願いします、はい、お願いします、働かせてくださいということで、今週、ま、出てきた、ま、大前提として旧悪魔の実研究室っていう場所を知ってると、うん、ってことは今どこにいるか分かんないカリブーだったり、うん、外部から来てるかもしれない黒ひげ海賊団だったら、うん、旧悪魔の実研究室までたどり着けないと思うんですよ、うん、なるほどね。外部の犯行だとしたらサイファーポールとか、まあ、ステラを閉じ込めとくんじゃなくて、うん、そのままもう連れてった方が早いと思う、うん、はいはい、現に黒ひげ海賊団はそのプリンをちゃんと連行してるわけじゃないですか、すぐに。でもステラはまだ連れてってないっていうのが黒ひげ海賊団じゃないんじゃないかっていう根拠の一つにもなる、うん、なるほど。でかつ、うん、この計画っていうのがサイファーポールを誘拐し始めた、拉致し始めた2ヶ月前から行われてる。確かにな、うん、長期の計画っていうことは、まあ、内部犯である可能性も高いと、うん、高そう。さらにベガパンクがやってたポーネグリフの研究をやってたっていうことを知ってると、はいはいはい、それはまあパンクレコーズもしくはまあ直接その研究してるところとか多分見てると思うんで、うんうん、ベガパンク本人もポーネグリフの研究謎漏れるはずがないんじゃっていうふうに言ってたってことは、身内に犯人がいる証拠になるんじゃないですか。そうだな、それはそうだな、はい、でさらにセラヒムに命令を出して、かつそれをリリスとかピタゴラスとかが上書きできてないと、うん、ってことは、まあ、ベガパンク、ステラもしくはサテライトか五老星になると。おただ五老星は今そのサターン星は向かってきてるけど、はいはい、まあ、まださすがについてないと思うんで、おじゃあステラかサテライトになると、うん、でもステラは閉じ込められてる。じゃあもうサテライト、ベガパンクの中に絶対犯人がいるんじゃないかっていう。おなるほどね。プラスそのステラは、まあ、めちゃくちゃ天才として出てきてるわけなんですけど、うん、はい、サテライトもベガパンクなんで、うん、頭いいのは大前提だと思う。そうやもん。そのヨークも寝てたり食ってたりするだけだけど、うん、絶対ベガパンクなんで基礎知識はあると思うんですよ。私、うん、エジソンもひらめいたとかって言ってちょっと関西弁も使ってるし軽いキャラに見えがちだけど頭はいいと思うんですよ、うん、サテライトの中で誰が犯人になってもおかしくないんで、うん、僕は最初に犯人はベガパンクですっていう風な言い方をしたんですけど。なるほどね、はい、でまあ、その中でも僕はシャカが一番怪しいんじゃないかなっていう風に、はいはいはい、今週の衝撃をあえて来週の頭にもう一人シャカが出てきて、うん、その衝撃を上回ってくれるんじゃないかな。なるほど。もうこれは社会、はい、社会社会正解あ、なるほど、そのね、正のね、うん、あ
ちょ、ややこしいな、読み取り方が。まあ、ただ僕このちょっとワンピースっぽくない話じゃないですか、ミステリー要素があったら。確かにね。まあ、ただコナンも好きだし、なんか謎解きとか、まあ、アマングアス人狼みたいな、こういう今ワンピースの中で起きてるようなこと好きなんで、まあ、ちょっと最新話まで読み直して根拠を潰していったら絶対ベガパンクの誰かだろうなっていう、まあ、サテライトの誰かだろうなっていうとこまではまあたどり着けたんですけど、そう思うな、それは。今日の考察聞いて誰が一番怪しいと思います？おお、シャカは怪しいよな。怪しい。そうなんですよ。いや、アトラスもな、結構怪しいなと思いましたね。アトラスはね、今の聞いてなんかおおって思ったね。そうですね。名前の由来とかもあってびっくりしたね。怪しいんですけど、シャカの方が怪しいんじゃないか。そうやな。はい。まあ、ということで今日の考察は、まあ、犯人はシャカ説と。はい。ということで今日のね考察は多分バイちゃんクルーの誰かの作家さんのねご、はい、意見だと思うんですけど、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。その方ね、ありがとうございます。バイ。またありがとうございます。神様が時間。